昨日までと同じように多くの皆様から温かく応援をいただいており感謝しております。政権交代こそが最大の政治改革と思っておりますから、絶対勝つという思いで日頃からの感謝と御礼、そして最後までのご支援をお願いしております。大串博司が代表代行選挙対策委員長として全国を駆け回っておりますので、留守を預かる身として精一杯大串の思いを訴えていこうと思っております。どうか皆様最後までのご支援をよろしくお願いいたします。ハッピーになるように、これが私政治の大きな使命ですので、候補がいない選挙戦ということで最終日を迎えることになりますので、どうぞ皆さんのご支援拡大心からお願いして、私からの挨拶に入りたいと思います。来年と難しくはありません。県民皆さんと共に頑張っていかれたいと思います。で、候補が選挙対策委員長という立場上で僕はありませんけども、候補以上に声をかけていただいております。自信持って皆さん方よろしくお願いいたします。2日間選挙を残すこととなりましたが、本当に夫が不在という非常に難しい選挙だと思うんですけれども、本当に宅の皆様にはこれまで盛り上げていただき感謝申し上げます。あと残された2日間ですが、やっぱり日々この10日間自分の力不足を感じてきております。なんとか頑張ってまいりたいと思いますので、どうか夫大串博にもう一度の最後までのお力をいただけますようよろしくお願いいたします。どうも本当にありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。最後までよろしく。皆様本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。しっかりと皆様のお気持ち大串の前に進んでまいります。奥様ありがとうございます。この選挙最後まで気を緩めないで頑張るぞ。頑張ろう皆様のお支えを